大家好，我是 Happy。今天我想和大家分享一下日语朗读。夏目漱石。心。上、先生と私。私はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない。これは世間をはばかる遠慮というよりもその方が私にとって自然だからである。私はその人の記憶を呼び起こすごとにすぐ先生と言いたくなる。筆を取っても心持ちは同じことである。よそよそしい頭文字などはとても使う気にならない。私が先生と知り合いになったのは鎌倉である。その時私はまだ若々しい書生であった。暑中休暇を利用して海水浴に行った友達からぜひ来いというはがきを受け取ったので、私は多少の金を工面して出かけることにした。私は金の工面に2、3日を費やした。ところが私が鎌倉に着いて3日と経たないうちに、私を呼び寄せた友達は急に国元から帰れという電報を受け取った。電報には母が病気だからと断ってあったけれども、友達はそれを信じなかった。友達はかねてから国元にいる親たちに進まない結婚を強いられていた。彼は現代の習慣からというと、結婚するにはあまり年が若すぎた。それに肝心の当人が気に入らなかった。それで夏休みに当然帰るべきところをわざと避けて東京の近くで遊んでいたのである。彼は電報を私に見せてどうしようと相談をした。私にはどうしていいかわからなかった。けれども実際彼の母が病気であるとすれば、彼は元より帰るべきはずであった。それで彼はとうとう帰ることになった。せっかく来た私は一人取り残された。